長いですね、今日はね、皆さん覚悟してくださいね。まあ、私たち成城クレイジーベンチャーズから始めますので、そうクレイジーがつくんですね、これがタフローさん。まあいいや、皆さん一応席にお付きになって一応開会の挨拶をしますね。はい、まあ足際がずっと座ってるかもしれないから皆さん本当に今日はお忙しいところありがとうございます。静止君に、これは今日はですね、皆さん検温の OB 会です。でも今日はですね、 OB 会とはいえ皆さんファミリーの方、お友達、友人の方も、呼んでいいかなというような感じになってまして、入り乱れて今日は約40名近くの方が参加するようで、OB 会だか何だか分かりませんが、今日はまあ趣旨の一つとして皆さんこうやって写真を今日持ってまいりました。32年前の9月のおそらく23日、池袋近辺の、ね、あの 高速でですね、長谷川慎一さんを追悼し、そして皆さんのこれからのご検証も期してというような会になります。もう今32年前、ね、9月33回になるんですね。それで今日はダブロー君がですね、すごいものを持ってきた。これは長谷川君にもらったシャツなんだ。ずっと捨てられなくて取っていた。はい、ダブロー君。名前が書いてある。ここに長谷川って書いてある。もう遺品です。これは捨てられない。自分で言ってるなってしてるんです。いや、そうだね。自分と一緒にいるんです。ずっと長谷川と共にいるわけです。いろんな思い出話をね、しつつですね、今日は長谷川君も痛みで追悼した。これが一番のおそらくゼロイチコンサート、7月のですね、その年の7月に彼が私と松永君と玉本とですね、神石と誰だったか、神健治、そういうスーパーファンで山形ファンクスというのを結成しました。すごい名前ですね。最後の彼のゼロイチコンサートの有志が上がります。下の方に似顔絵が描いてます。後で似顔絵はスライドショーでお見せします。大変見ています。誰が描いたか、今日は言わないでおきますが、皆さんにとっては大変失礼な絵が出ますので、覚悟していてくださいね。それでは皆さん乾杯しないと始まりません。ケイオステージオーナーの剣山君、この大麦会一体何回目でしょうか。もう本当に私これ本当にあれですよ、皆さん最後ですよ。宮崎駿の心境です。本気です。本当に最後ですからね。あなた皆さんもやってください。宮崎駿と言っても誰も受けなかった。それでは乾杯の準備をよろしくお願いします。乾杯のご発声は今日はですね、前回石井さんにやっていただきましたので、丹野さんが今日久々に来ていただきました。丹野さん、もしこっち前に来ていただければ、丹野さん、すいません。リングいっぱいだけ私持って。すいません、リングさん、前の方にお願いします。今から乾杯じゃないですか。まあ、乾杯だよね、もうね。もう喜ばしいことは。はい、皆さん、久々に、私もお会いしました。丹野凛子さんです。どうぞ、お願いします。乾杯のご発声なんてね、大変失礼なんですけども、長谷川君の思い出を一言語っていただき、ヤマハのエピソード、あの田辺克美さんとのセッションのエピソードなどを語っていただき、由美さんにもビール持ってくださいよ。由美さん、あ、はい、私にもくださいね。はい、それでは由美さん、すいませんが長谷川君の思い出をした。私はヤマハ渋谷店にいたんですけども、その時にあのピアノ教室とかの教室、ロックとジャズの教室とスタジオ の受付をやったんですけども、あの3つセミナーをあの企画したんですけども、その時にあの、本田武宏さんのジャズピアノ、そして小田圭介さんの作詞作曲セミナー、そしてあの、渡辺克美さんのギターセミナーあのまあ、小枝さんはあの2人の大御所のようなあのセミナーに自分が出るなんていうことだったんですけども、それであの聴講生と受講生というのがあって、あの聴講生はいっぱい来たんですけど、受講生があの初心者ばっかりだったので、あの長谷川君にお願いして、あの受講生生徒さんの代わりになってってお願いして、あのそして当日やったんですけども、まあ、あの先生が言うこと全部できてしまって、あのあまりにもうますぎて、あの全然あのセミナーにならなかったんですね。そうなんです、受講生にならなくて、僕のライバルっていうことになってしまって、それであの当日すごい嵐で、あの大セッションが始まって、みんな帰れなくなってしまったもんですから、大セッションが始まって、
そしてすごくみんな喜んでもらって、かずみさんも私も将来が楽しみだなって思ったんですけども、こんなことになってしまう。でも今日は本当に皆さんが集まっていただきます。じゃあ瀬川慎一さんに、今日もありがとうございます。そうですね、生きていていただいたことに感謝します。それでは皆さん、ご引きの上よろしくお願いします。それでは乾杯。はい、皆さんありがとうございました。丹内美穂さんに、かつて渋谷の山形県でね、八幡君ともいろいろお世話になったと思います。ありがとうございました。しばらくご歓談をして、もう早く始めないとですね、今日はもういくつ出るんだか分かんない、何時間かかるか分かりませんので、どんどん進行したいと思いますが、しばらくはご歓談いただき、まずしばらくしたらですね、長谷川君が来ていたというか、演奏しているシーンがですね、唯一8ミリフィルムで残っているのがありますので、あとでちょっと見ていただきますね。そういうのがあります。で、今日は本当にここの皆さん、赤坂エルカミーノ戸田さんにですね、大変お世話になりました。皆さん、戸田さんにもよろしくお願いします。今日本当に、大変いろんなわがままを聞いていただきまして、本当にありがとうございます。ここは皆さんベンチャーズの聖地なんですよ、ね、野村さんが今日いないのは残念ですが、もう農系統のここでやってるんですよ、農機さんも、ね、でそれながら私たちは、私もですね、長谷川君と何の面識もない先輩を成城ベンチャーズ、クレイジーベンチャーズと解消しましたが、呼びました、ね。ここでやるならやっぱベンチャーズですからね、あとでベンチャーズを一曲だけ聞いて、あ、なんでいただきたいと思いますね、はい、あとは続けて出るのが、まさかの皆さん、まさかこんなバンドがあるのかっていう感じのまさかの皆さん、それで、続いてはですね、皆さんお楽しみ、セキリアですね、今夜は柴田ね、今日はセキリアでお願いします。そして、最初に、セキリアのその後のバンド、タグプが中心になってらっしゃるんですね、サミット、ね、みんなお店の名前をセキリア、サミット、セキリアってのはお店の名前、これ後で言いますけど、サミット、それで、最後はステージ上の前にですね、今日はどさくさ紛れに岡真嗣の再現もあります。岡真嗣はいませんが、岡真嗣の再現、それで、スペーシー上、そして最後は合同演奏で長谷川君を送りたいと思います。今もの天国で綺麗な姉ちゃんと酔っ払ってると思いますが、ね、天国良いとこ一度は置いてた言ってる神様が呼び戻しましょう。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。MC の宮崎駿です。MC も最後です。これが本気だ。今度は本気だ。ポロシャツがたまらないほら、このアロハ、長谷川といえばこういうアロハをよく着てましたね。ボリュームはもうちょっと上がる、ボリュームもちょっと上がりますか。すいません、
コーラスをやってるのは和田康子さんですね。あ、松永さん、こういう感じだったなんてこう律儀な高校生で、もう新宿で横の時なんか頭が割れると言ってシャッターを叩きまくったことを思い出します。このタッフがいいですね。これがベースはですね、もっそりした音、高松宏行ですね、部長でしたね、当時。長谷川君のギターの音色です。この間佐々木英子さんには電話をしたら子供のような声でポチポチと出たそうですですぐ切ったそうです。切られてしまったポチポチって言われて佐々木英子ですって言ったらガシャッと切られた。いつもそう、足立が結婚するときに電話したら足立もすぐ切られた。何をしてるんでしょう。これは若島さん、若島さん、あのきついジーンズがたまらない魅力でしたね、はい、ありがとうございます。まあ、この辺でじゃあ絵はで続いては与田さん、えっちゃんに頼んでですね、似顔絵があるんですよ。軽音の皆さんの似顔絵、バンドの似顔絵、これは誰が描いたかと言いますと、おそらく、いや、あれは松永です。松永君、そうですね、北君が描いたと、おそらくはそういう今日は似顔絵シリーズを絵にしてお見せしたいです。みんなうまいんですよ、松永と北が絵が相当うまい。ご期待ください。悪意がある、悪意がある、悪意があるって分かんなくて恨まれるかもしれない。でもいかに松永君が絵が上手いか今日しばらく待ちます。はい、皆さんどんどんお料理が来ますのでね、今のうち食べた方がいい。どんどんもう演奏時間が近くなってきましたから、早くした方がいいですよ。早くいただいてください。まもなくお料理がありますからね。